はい、どうもタンタンです。今日はこちらですね。ご覧の通りのかっこいいルックスのエンヤのウクレレなんですが、こちらテナーサイズで E6FE という名前がついておりまして、FE から分かる方もいらっしゃると思いますが、フェン E ですね、台湾のフェン E 君のシグネチャーモデルとなっておりまして、こちらのシリーズはソリッドアカシアという名前なので、トップがアカシアの単板、これを使ったフェンイーシグネチャーモデルとなっております。こんな通り、ここのねサウンドホールというか、ここねフェンイー君のロゴが入ってて、この星のポジションマーク、そしてシングルラインのこのヘッドと、はい、彼の、そうだ PV とかそういったのでね、このスタイル見たことある人いるんじゃないかなと思います。でまずはボディには結構薄めなんですけど、中はちゃんと空洞になってるので結構しっかりと生音出ますね。生音でもしっかりとなると。そしてこのモデルもう特徴がですね、このエンヤのアコースティックプラスという、こう生音にエフェクトがかかるっていう、ね、システムのついてるんですよね。とかあとディレイもかかりますね、これね。こんな感じで、アンプ通さなくてもこういったエフェクト、空間系のエフェクトでちょっと遊べるっていうのが特徴が一つで、もちろんエレクトリックのシステムですので、よいしょ、アンプを通しても感じで、アンプから出る音でもしっかりとここのエフェクトはかかるといったシステムになっております、はい、なかなかステージとかで使うと、こう見た目、このルックスもねすごく目立ちますし、こういったちょっと変わった機能がついてたりとかもするので、非常に面白い一本なんじゃないかなと思います。でこのシステムは、よいしょ、マイクロ USB かな、この充電式になっておりますので、充電がね、完全に充電がなくなってしまうとね、結構その最初の段階だと時間がかかってしまうので、ちょこちょこまめに充電してもらった方がいいのかなと思います。といった感じで、はい、こちらフェンイー君のシグネチャーモデルですね。エイヤのテナーサイズ E6FE というこちらモデルですね。 E6FE のソリッドアカシア
というトップにアカシア単板を使ったこちらシリーズでございます。はい、あんまりね日本にも入ってきてないと思いますし、実物をね手に取れる機会多くないんじゃないかと思います。でそんなこのモデルが今回はね一応アウトレット特化となっております。どこがっていうのもそんな特別何かがあるわけでもないです。ちょっとやっぱりね塗装の仕上げ若干ムラあるのかなという感じもするので、やっぱりその辺かなと思いますけれども、まあ、一応そんな感じでアウトレットちょい傷特化品となっております。かなりお買い得な価格ですので、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。